達也です。今日は ICL 手術を受けてからちょうど丸3年経ちましたので、今日5つのテーマでお話しします。前回の動画について、見え方、過去視界の変化について、手術の危険性について、費用とローンについて、最後にということで5つお話ししていきたいと思います。前回動画を撮ったのは2017年の8月の29日みたいで、手術してから丸3年が経ちました。当時はレーシック、ICL、フェイキック、IOL が候補に並ぶ3強かなと思っていて、今もフェイキック IOL とレーシックがあるかはちょっと自分わからないんですけど、その中で悩みに悩んだ末、私は ICL を選んだということになります。3年前に作ったこの動画が最近なぜか再生回数が伸びていて、なぜだろうと思ってソースを辿ってみたんですね。 YouTube クリエイター側って訪問者がどこから来たのかを追跡できるようになっていて、 AKB の指原っていう子が ICL を受けたらしくて、でその子からの流入が自分にも来てるっていう参考になるんじゃないかと思って動画撮ってます。見え方、視界の変化についてお話しします。通常時と疲れた時の2つに分けられて、通常時は見え方の変化は3年経って全くありません。視力 2.0 のままです。疲れた時は眼性疲労と運動による疲れの2種類に分けられると思うんですけども、この眼性疲労時、1日12時間ぐらいパソコンの画面を見てたような日は、こう光の輪っかが見えてるなっていうのに気がつきました。光の輪って何ぞ、怪しい宗教のことじゃなくて、こう光源がここにあったとしたら、この光源がなんかそのレンズに空気を通す穴が開いてるんですけど、その穴とレンズの部分、レンズじゃない部分とレンズの部分の微妙に屈折率が違うところで乱反射を多分起こしてて、こう光の輪っかに見えるような位置がある、出てくる時があるっていう感じです。で手術前はこの光の輪っかなかったんで、手術の影響だろうなと思います。自分は全く気になりませんけど、神経質な人はかなり気になると思います。ただこれ寝ると治ります。運動による疲れだとこの光の輪っかは全く起きなくて、だから目が疲れた時に起きる現象と言っていいと思います。次に手術の危険性についてなんですけども、感染症のリスクがあるよと先生に言われました。レンズを目の中に入れるために、レンズを丸めて専用の注射器に入れて、その注射器で目を刺してレンズを注入して、そのレンズが広がって終わるんですけど、手術終了なんですけど、目に小さい穴を開けるんで、そこからバイ菌が入ったら最悪失明ですみたいな。で手術後ですね、こう寝てる時にこう無意識にこう目をこうやらないように、手術後はこう専用のプロテクターみたいなのをはめさせられて、目をこすったとしてもそのレンズの上をただ手が往復しているような状況で寝るっていうのが2週間ぐらいあります。2週間髪を洗えないのと、1週間顔も洗えないっていうのがありました。顔に関しては顔拭シートでどうにでもなったんですけど、髪は本当に辛かったです。手術を受けたのが8月の下旬っていうのもあって、ものすごい、沖縄だったんで暑かったっていうのもあってですね、すごい痒みと、あとは、当時自分鼻炎だったんで匂いは気づかなかったんですよ。俺匂い出さない人間なんだなぐらいにしか思ってなかったんですけど、あの2週間自分の横で笑顔で仕事してくれた人にはもう本当感謝しかないですね。あとテカリも信じられないぐらいありました。髪ってこんなにテカテカになるんだってぐらいテカテカになります。そういうのに耐えないといけないです。飲み薬も出されました。で、多分あれは抗生剤かなんかだと思います。次に費用とローンについてお話しします。自分は前の動画でもお伝えしている通り75万6000円かかりました。最初は何も分からずぼったくりの医療ローンを組んでまして、金利 13% 7年返済、毎月 13,753円で、返済総額が 115万5262円、利息だけで 399,262円のローンを組みました。でこの時は毎月が1万ちょいだから、もう全然こっちの方いいわと。だって結局俺毎月1万ぐらいコンタクトとなんか洗浄液で払ってるわぐらいにしか思ってなかったんですよ。で7年経てばそれからはタダなんだし、絶対こっちの方いいでしょうぐらいにしか思ってなかったです。この金利の計算をしてなかったんです私は。でその後ですね、ヤバさに気づいて借り換えて、今 4% かな、大した利息は払ってないんですけども、ものすごい優遇された場合どんだけ違うんだろうと思って、この動画を作るにあたってちょっと計算してみたら、もしあなたが超堅実な大企業に勤めてる年収1000万ぐらいのサラリーマンだとした場合、おそらく金利は 1% で借りれます。当初の私と同じ7年返済にした場合、毎月はなんと9322円で済んで、返済総額は78万3083円で済みます。利息は27083円しかつかないです。信用がない人と信用がある人では利息で35万も差がつくっていう、この日本の闇を
知ることになります。最後にですね、私はこれを実施してよかったと今でも思ってます。3つくらい理由があるなと思ってまとめてみたんですけど、1つは朝が楽かなと思ってたんですが、まあ一生楽ですよね。自分結構ズボラでコンタクトしたまま寝ちゃって、で、朝もう親殺されたんかぐらい目真っ赤になってて、で、いててとか言いながらそれひっぺがして、朝小便してそのままの手で寝ぼけて洗ってんだか洗ってないんだかよくわかんない。こうやって洗って、まあその手で洗浄液に戻して、湿気だらけの洗面台に置いて、今思えば、信じられないぐらい最近繁殖してたんだろうなと思うんですけど、ずっとそんな日の当たらないような洗面所でつけたり洗ったり戻したりをずっと繰り返すと、で2週間タイプをなんか2ヶ月ぐらい使うみたいのがまあ通例だったんですけど、今思うともう信じられないようなことをしてました。そういうのがもうないなと思うと、まあ、自分の場合は目に良かったんじゃないかなっていうのが1個あります。もう1個が30メーターぐらい離れた人の表情がわかるようになるっていうことで、これは現代社会を生き抜いてる人からすると、いやそんな細かいことまで気づきたくないって思うかもしれないんですけど、自分は多分部内で調子がいい人と悪い人を誰よりも早く気づいてると思います。あの人今日調子いいな、今話しかけ行こうとか、あの人今日調子悪そうだな、ずっとなんか書類の人形が揺れてるから多分ずっと貧乏ゆすりしてるなみたいのが30メーター先からわかるんで、社内政治には有利かもしれないですね。もう一個は視力 2.0 っていうのは脳みそを強制的に働かせるような感覚になるなっていうのがあって、遠く離れた人のなんか服のよれ具合からこの人右利きだなとか左利きだなっていうのがなんかわかるようになるんですね。どういうことかっていうと、まあ男性の場合なんですけど、男性の場合大体スーツかトラックスなんで、スマホを、今スマホでっかいじゃないですか。すごい最近のスマホ超でっかいですよね。昔の携帯こんなだったのに今こんなじゃないですか。8インチみたいのなんか超頑張って入れてるみたいな人が多くて、それを右ポッケに入れてる人はその形がもうくっきり出てるんで、視力 2.0 の人から見ればくっきり出てるんで、あの人右に入れてるってことは右利きだろうなとか、なんか左に入ってたら左利きなんだろうなっていう、そういう、これ何の役にも立たないんですけど、視力 2.0 の人にしかわからない世界観を手に入れることができます。で最後にですね、最後にさっきも言ったんですけど、 YouTube の動画だけで決めてはいけないっていう部分をちょっとお話しします。まあ、本を読もうっていうことですね。レーシックと ICL を比較されてないっていう方は絶対すべきだと思います。私がおすすめするのは、だから2冊ぐらい読んでから、せめて決断しましょうっていうのも、お医者さんといえどもどうしてもやっぱり半分は僕営業マンだと思うんですよね。お医者さんもだって1時間もかからない手術に同意させることができたら、患者を目の前の ICL 受けようか迷ってるんですって言ってオロオロしてる患者をその手術に同意させることができたら、その日の売り上げその1時間で75万6000円ですよ。それ相当すごいと思いません？自分が営業マン、営業職の強い医者だったらって考えたら、多分何が何でも ICL を受けさせる、ベーシックとかいう安い手術ではなくて ICL を進めるような気がして、これは僕の人格がいかれてるからかもしれないんですけど、そういう医者も絶対いるだろうなっていう認識の上でお医者さんに行かないといけないので、せめて2冊ぐらい読んで論理武装を一応してから行きましょうっていうことですね。おすすめ2冊なんですけど、視力を失わない生き方、日本の眼科医療は間違いだらけ、やってはいけない目の治療、スーパードクターが教える本当は怖い目の話、この2冊をお勧めしたいと思います。この2冊に書いてあることを今ギュッとまとめて一言で言うんだとしたら、あなたは目をいじるっていうのがどういうことか本当に分かってますか？もう二度と取り返しがつかないことをあなたはやろうとしていますと。でその結果喜ぶのはあなたかもしれないけれども、医者かもしれない、儲かる医者かもしれないみたいな、まあ、そんなこともちゃっとですけど書いてあります。ということで、ICL を受けて3年経った私が、今何を感じるかを動画にしてみました。筋トレ自体は続けてます。取りためてもいます。ただ自分の持っている筋トレ系の知識っていうのがもう全部上げ切ったような勢いなのと、山本義則さんっていう私が尊敬しているボディビルダーの方がいるんですけど、その人がもう私の5億倍ぐらい上手に説明してるので、それ見ればいいよなっていうのと、なかなか出番がないっていうような、なんかもうそんな何動画作ったらええねんと、そんな感じでちょうど ICL から3年経つしもう撮っとこうかなと
何かの参考になれば幸いです。ではまた。